世界的なソフトウェア企業であるマイクロソフトの創業者であり、アメリカの大富豪としても名の知れた存在であるビル・ゲイツ氏は、第一線を退いた後、慈善活動に精力的に取り組み続けています。ゲイツ氏は2014年に行った講演で、感染症に対する構えが不十分だとして、そのリスクについて警鐘を鳴らしましたが、当時この話を重く受け止めた人は多くありませんでした。しかし2019年に新型コロナウイルスの発生が確認され、その後猛威を振るい始めると、世界の人々はこの時の発言に再注目し、世界の人々はゲイツ氏が予言を的中させたと話題騒然となったのです。 IT 革命の先駆者であり、恐ろしいほどの先見の明を持つビル・ゲイツ氏の発言には世界中の人々が注目します。そんな同氏が最近日本の未来についてコメントしたということですが、一体どのような内容を語ったのでしょうか。詳しく見ていきましょう。ビル・ゲイツ氏は1955年にアメリカ・シアトルで生まれました。父は弁護士、母は元教師という家庭に育ったゲイツ氏は、公立小学校を卒業した後、私立の名門男子校レイクサイドスクールに進学します。レイクサイドスクールでは生徒のために世界でもいち早くコンピューターを導入し、授業に取り入れていました。これがビル・ゲイツ氏とコンピューターの出会いのきっかけとなったのです。同氏は熱心な仲間と共にコンピューター室に出入りするようになります。そしてその仲間の中には、後にマイクロソフトの共同創業者となるポール・アレン氏も含まれていました。13歳でプログラミングを始めたゲイツ氏は、プログラムの誤りを見つけたり、コンピューターシステムを作ることで報酬を得るようになると、高校生にして会社を設立したりと、その才能を遺憾なく発揮していました。ハーバード、プリンストン、イエールという名門大学3校全てに合格したビル・ゲイツ氏は、ハーバード大学への進学を選択します。2年生の時にはポーカーにのめり込んでいたというゲイツ氏の生活は、ポール・アレン氏が持ってきたという一冊の雑誌によって一変します。巨大なコンピューターが主流であったその時代に、ついに個人で利用することができる小型コンピューターが市販されたのです。雑誌の表紙を飾っていたのはアルテアという名の小型コンピューターでしたが、これを動かすことができるプログラムは当時まだありませんでした。アルテア用のソフトウェアを開発することができれば儲かると考えた2人は、手元にアルテア本体がない状態にもかかわらず、説明書と発表されているデータを手がかりに夢中になってコードを書き続け、8週間という時間をかけた結果、ベーシックソフトの開発を成功させたのです。ゲイツ氏はその後、大学生活よりもソフトウェア開発に重きを置くようになります。そして彼が19歳であった1975年6月、ポール・アレン氏と共にマイクロソフト社を設立しました。さらに事業に専念することを決めたゲイツ氏は、卒業まで残り2学期という時期にハーバード大学を中退したのです。その後、IBM 社によって開発されたパソコン向けに OS を開発する仕事を受託すると、MS-DOS を生み出し、広く普及させ、1985年には今や知らぬ人はいないと言える OS Windows 1.0 が発売されました。しかし発売当時の一般的なパソコンでは性能が追いつかず、あまりに重かったことから、この時の評判はいまいちだったといいます。ところがその後も Windows は進化を続けていました。そして Windows 95 が発売されると、パソコンという存在そのものに対する世間の認識を変えてしまいました。インターネットエクスプローラーが標準搭載されており、簡単に操作できるということで広く注目を集めると、それまである程度知識がないと動かせないと思われていたパソコンを一般家庭にも普及させる爆発的な原動力となったのです。今や Windows は市場の圧倒的多数を占めるほどのシェアを獲得する OS となり、マイクロソフトはソフトウェアメーカーとして世界一の企業に成長しました。
こうしてビル・ゲイツ氏はアメリカの雑誌フォーブスの世界長者番付で1994年から2006年まで13年連続で世界一となるほど莫大な財産を築くと、慈善活動にも精力的に取り組むようになりました。2000年に貧困、不平等、感染症などに取り組むため、世界最大の慈善基金団体ビル&メリンダ・ゲイツ財団を設立し、2008年に経営の第一線から退くと、さらに慈善活動に力を入れるようになりました。2010年にはゲイツ氏に勝るとも劣らない資産家であり、世界一の投資家と名高いウォーレン・バフェット氏と共に世界中のお金持ちに自分の資産の半分以上を慈善活動に寄付すると宣言してもらうギビングプレッジという活動を始めました。また2011年にはビル&メリンダ・ゲイツ財団と日本の ODA 政府開発援助との官民連携によって約50億円のパキスタンにおけるポリオ根絶支援を発表しました。これによってビル・ゲイツ氏と日本には強いつながりができたのです。ビル・ゲイツ氏が予言したとして話題となった講演会 TED は、さまざまな分野の著名人による講演会を開催している非営利団体であり、2006年から講演内容をインターネット上で無料配信するようになったことで、その名が広く知られるようになりました。講演者には非常に著名な人物が多く、ノーベル賞受賞者や元アメリカ合衆国大統領、さらにアップルの創業者故スティーブ・ジョブズ氏も登壇したことがあるレベルの講演会として有名です。ビル・ゲイツ氏は2015年にこの講演会に登壇し、もし次の疫病大流行が来たらをテーマに掲げました。2014年にエボラ出血熱が流行したことを受けて、もし今後数十年で1000万人以上が亡くなる災害が起きるとすれば、それは戦争よりもむしろ感染症の高いウイルスの可能性が高いと語りました。その理由については、人類は核の抑制に巨額の費用をつぎ込んだにもかかわらず、疫病の抑制システムについては喪失すらしていないとし、疫病が大流行した際の準備を怠るべきではないと訴えかけました。ゲイツ氏は後のインタビューで、この講演の目的は政府に投資を奨励することだったと述べ、講演後にはいくつか動きが見られたようですが、残念ながらこれは叶わなかったということです。エボラ出血熱は1976年に初めて確認され、人類史上最も危険なウイルスと称されている感染症です。2014年にはアフリカで過去最大の流行を記録し、猛威を振るいました。一度の流行で1万人以上の死者を出すこともあるウイルスですが、日本や世界の多くの国々にとっては対岸の火事のような認識だったのです。しかし2019年に新型コロナウイルスの発生が確認されると、瞬く間に世界中に感染が広がり、2020年には WHO からパンデミックが宣言されました。世界中の人々が恐怖と混乱に陥る中、2015年のゲイツ氏の発言が的中したとして脚光を浴び始めます。そのあまりの的中ぶりに陰謀論をささやく人が現れるほどでしたが、ゲイツ氏は意に介さず、財団の活動を通じて新型コロナウイルスの治療や検査、ワクチンの開発に取り組みました。ソフトウェア界の先駆者として大きな財を築いてきたゲイツ氏の先を見通す力が世界規模であることに人々は気づかされたのです。2022年に来日したビル・ゲイツ氏はインタビューの中で、日本の保険分野への取り組みについて問われると、日本はリーダー的存在であり、古くはエイズ、結核、マラリア対策基金設立を支援し、最近ではワクチン開発に資金を拠出する国際基金感染症流行対策イノベーション連合への援助に貢献しましたし、日本が最も寛大でした。新型コロナワクチンを各国に公平に分配することを目指す国際枠組み COVAX への出資も日本が最初でしたとし、また政府開発援助の中で国際保険をより大きく位置づけようと大綱の改定を議論していることは私たちにとって喜ばしいことですと、
日本の国際保険分野への貢献度の高さを称えました。さらに長く低迷する日本経済に対して、日本はマイクロソフト社がアメリカ国外で初めてオフィスを構えた国です。それは戦後復興し、急速に経済大国に上り詰めた日本の勢いが推進力となったのだと考えていますし、日本はまだその底力を持っていると思います。それに日本が窮地に陥った時、手を差し伸べたいと考える国が世界にたくさんあることは、先の災害などで明らかでしょう。それは日本がこれまで行ってきた数々の支援によるものです。日本は世界の国々と手を取り合い、経済的にも必ずまた復活すると信じていますと述べ、期待感をにじませました。日本政府はビル・ゲイツ氏が共同議長を務めるビル&メリンダ・ゲイツ財団の取り組みによって地球規模の保健医療に貢献したとして、2020年同氏に旭日大綬章を授与することを決めました。新型コロナウイルスの影響で2022年の授与となりましたが、その際ゲイツ氏は、日本政府は世界中の命を救う支援を続けていますと賛辞を述べ、また日本は誰もが基礎的な保健医療サービスを受けられる社会の実現に寄与しましたと、新型コロナウイルス対策をはじめとする日本政府の取り組みに対して感謝の意を示しました。コロナによる全世界の死者数は現在600万人以上となっています。行動制限やマスク生活、感染者に対する差別などを経験し、感染症の恐ろしさを私たちは嫌というほど味わいました。同じようなことがもう二度と起こらないという保証はありません。この経験を忘れず、次世代につなげていくことが日本のより良い未来を形作っていくのではないでしょうか。韓国に日本企業なんて必要ない。安くて便利なアイデアが評価され、世界的に名高い日本の100円ショップダイソー。世界中に1500以上もの店舗を展開しています。韓国にも店舗があり、国民からはとても人気があるのです。ダイソーは日本の企業なんかじゃない。ダイソー自体を自国企業だと思っている韓国人も多くいます。そんな中、合弁会社として経営してきた韓国ダイソーはついに日本ダイソーから独立することを発表したのです。そして日本ダイソーが韓国から完全撤退したことにより、韓国は悲惨な事態に陥ることとなりました。日本ダイソーが撤退したことで韓国にどのような影響があったのでしょうか。今回は韓国ダイソーの独立に関する驚きの実態と、それに対する海外の反応を合わせてご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。韓国ダイソーの栄光と合弁解消の真相。日本での知名度の高さや世界中での店舗展開のおかげもあり、韓国のダイソーもとても人気です。世界的に安くて便利なアイデアが評価されている日本のダイソー。韓国のダイソーは合弁会社としてスタートしました。合弁会社とは、複数の企業が共同出資によって新たに設立する、もしくは既存企業の株式を買収して共同経営を行う会社を指します。資金や技術、ノウハウ、人材など、それぞれの会社が持つリソースを組み合わせることを目的とし、新規事業の立ち上げや海外進出の際に用いられるケースが多く見られるのです。地元でもほとんど知られていないアソン HMP というローカル企業と世界のダイソーが手を組んでいるという形で、合弁会社のアソーダイソーが運営していたのです。しかし、実際のところ、いろいろなことで揉めてトラブル続きでした。かなり前からダイソーを運営するダイソー産業の全株式取得の話が持ち上がっていたようです。世界中で人気のダイソーですが、韓国にあるダイソーの株式は日本のダイソー産業が 34.21%、 韓国のアソン HMP が 50.02% を保有していました。そして2023年12月に韓国のアソン HMP が全ての株式を取得して、日本のダイソー産業との合弁を解消したのです。つまり韓国からダイソーが完全消滅し、大人気だったダイソーの商品が手に入らなくなるということですね。韓国のダイソーは以前から日本離れを考えていたようなので、念願かなって合弁解消ということになります。しかし日本ダイソー商品は韓国国民からもかなり人気があったので、それが自国で購入できなくなると考えると国民も落ち込むでしょうね。はじめはネームバリューのある日本ダイソーに乗っかって合弁したはずなのに、何が不満だったのでしょうか。
そもそもアソン HMP とはどのような企業なのでしょうか。アソン HMP の大総変遷、日本支援とのジレンマ。アソン HMP は1992年に設立された企業で、韓国国内で生活用品などを取り扱っている企業でした。その後、ダイソーから4億円もの投資を受けて、ダイソーの名前を使い始めたのです。韓国でも名のない企業でしたから、世界的にも有名なダイソーの名前を使うためにかなり頼み込んだようですね。瀕死状態だったアソン HMP にとって、そこから脱出する起死回生の策だったのかもしれません。しかし、韓国国民は揃って、あの日本のダイソーが我が国のアソン HMP の製品を高く評価したから合弁してやった、と鼻高々に話しているようです。そもそも日本ダイソーが出資したにもかかわらず、ダイソーの名前をロイヤリティなしで使えていたり、ダイソー産業は韓国での経営にもノータッチというのが条件でした。合弁会社なので仕方がないことなのかもしれません。世界的な企業である日本ダイソーの力を借りて、韓国ダイソーは当初とてもいい滑り出しでした。過去20年で国内に約1500もの店舗を出して広げることに成功したのです。そこで日本のダイソー産業が経営にも参加を希望してきました。加えて配当金増額の話もしてきたので、韓国は難色を示し出しました。韓国のアソン HMP はダイソーの全株式を買い取って完全独立するのが最大の夢だったらしく、国民はたちまち大騒ぎ、韓国のダイソーは日本企業ではない、などと店内放送がかかるほどでした。過去に不買運動が何度もあったので、売り上げ低下しないように必死だったのでしょう。日本に資金提供してもらい、店名まで使わせてもらいながら日本の影響を否定するというところまでは予想通りな動きではあります。マスコミを使ってまで必死に日本企業ではありませんなんて PR する姿は痛々しさを感じますね。ちなみにダイソー産業は日本の100円ショップ市場において抜きん出た存在で、2023年2月時点での売上高は5891億円でした。一方で韓国ダイソーはというと、2023年の売上は2兆9458億ウォン、日本円にして約3300億円で、営業利益は2393億ウォン、約270億円に達しました。経営規模としては日本国内で2番手のセリアを凌駕するまでに成長しています。今後、ダイソー産業が改めて韓国国内に出店を進める可能性はあるのかといった話の反面、韓国ダイソーもダイソー産業との資本関係が解消されれば、日本国内に逆上陸してくるのはともかく、他のアジアなどへの進出も考えることでしょう。ダイソー産業はすでにアジア圏に577店舗、海外25カ国に967店舗を出店しています。今後も海外進出を積極的に進めていくであろうダイソー産業にとって、韓国のダイソーがこの先手強い競争相手となる可能性もあるかもしれませんね。韓国のダイソー撤退の裏に隠された真実。これまでダイソーという店名を使って営業してきた韓国ですが、今後はその看板も下ろして営業していく方針になりました。その動きを見て、ずっとダイソーの名前に違和感があってモヤモヤしていた、これからは安心して買い物に行けるなんていう人まで現れました。しかし、完成された日本のダイソークオリティを韓国だけの経営だけで維持できるとは到底思えません。ダイソー産業が初めに約4億円の資金提供をして、株式の約3割を保有していました。韓国ダイソーも一時経営は順調だったため、投資した資金を無事回収でき、リスクを負わずに韓国から撤退することができています。一見韓国が日本の企業を撤退させたように見えますが、実は日本のダイソー産業の方が売り逃げし大成功を収めたということなのです。完全独立したアソン HMP でしたが、今後日本のダイソーから商品を仕入れて営業するのかどうかは未定とのこと。しかし、これまで通り日本のダイソー商品ばかり販売していたら、これでは今までと変わらず日本製品ばかりじゃないか、不買しようとなることは容易に想像できます。だからといって日本製品を全く取り扱わないとなると、商品のクオリティが下がり顧客離れが起こってしまうのです。日本が築いてきた100円商品で利益を出せるシステムを韓国のみで維持していくことはかなり厳しいと思います。アソン HMP はこれから悲惨な結末をたどることになるでしょう。
ここ数年の韓国の経済状況を考えると、ビジネスの主戦場としてはもはや成り立たないと考えてもおかしくはありません。最初に4億円もの投資をしていたダイソー産業でしたが、それもしっかり回収できていましたし、500億円規模の利益も確保でき、一定の成功を収めていました。一部の日本のマスコミは韓国の共闘法を失ったなどとセンセーショナルに書き立てていましたが、むしろ日本にとってはメリットしかないと思われます。今後のアソン HMP の動きを高みから見下ろして、将来的に危なくなったらそこから買い取るなんてことも考えていいのかもしれませんね。経済状況が決していいとは言えない今の韓国では、高いクオリティの日用品を100円で揃えられる日本ダイソー商品にとても価値を感じていることでしょう。それを一番理解しているのはアソン HMP ではなく韓国の消費者なのだと思います。韓国での完全独立は現時点で日本にとってはデメリットがないと言えるでしょう。今後の展開にも注目していきたいですね。反日ムードとビジネス、韓国ダイソーの葛藤。日本のダイソーから完全に独立するニュースは瞬く間に韓国国内に広がり、歓喜する韓国人も多く見られました。その背景には次のような理由があったようです。多くの韓国人から、韓国のダイソーは資本提供を受けているわけだから日本の企業なのではないかという議論が長年勃発していました。日本から言わせてみれば、もともとダイソーは日本企業で、商品も日本で開発して仕入れていたのだから当たり前だと言いたくなりますよね。日本が株の一部を保有しているのだから、韓国ダイソーは我が国の企業とは言えないといった意見や批判がたくさん出ていました。そして政治問題なので、韓国国内で反日ムードが盛り上がると、その都度韓国ダイソーはやり玉に上がるなどの被害があったようです。不買運動などもよく起こっています。韓国には政治問題とビジネスや文化をごちゃ混ぜにしてしまう人たちが多いようです。この点に関しては、日本のように国同士に問題があっても、国民や文化、ビジネスは別だと考えて交流する国民性が育っておらず、気の毒に感じますね。反日感情が最も高かったといえる2013年と2019年には、韓国ダイソーは実際に不買運動の対象となり、売上減などの被害もありました。我が社は日本企業ではありませんなどと店内放送していたのは、このような不買運動や反日の矛先になることを避けるためだったのかもしれませんね。韓国での反日運動は、日本を嫌う人たちが日本の国旗や企業のロゴに卵を投げつけたり火をつけたりと、かなり過激なパフォーマンスをしますので、対策にはかなり頭を抱えたことでしょう。こういった背景もあり、今回韓国ダイソーが日本のダイソー産業から完全独立するニュースは、韓国国民が狂喜乱舞することにつながったのかもしれません。ですが、この小さくて名もない生活雑貨店だったお店がここまで知名度を上げ発展していったことには、間違いなく日本のダイソーブランドの力があったからだと言えます。韓国国民にはこの事実を忘れないでほしいですね。世界的に有名なダイソーのブランド名が欲しいがために、ダイソー産業に自社の株式を保有してもらい、合弁会社として経営していたことは紛れもない事実なのですから。日本企業との提携からの独立、CU の成功と影響。日本とは関係がないと言い出す企業は過去にも例がありました。実は日本のコンビニエンスストアの大手ファミリーマートがその例なのです。かつて韓国の企業と日本のファミリーマートが業務提携し、日本で成功した営業手法を伝授した時のこと。一旦ノウハウを吸収したら、ファミリーマートの名前を外して CU という名前で営業を開始し、韓国国内からファミリーマートを一方的に追い出したのです。韓国といえば、日本以上のコンビニ大国であることをご存知でしょうか。2019年3月時点でのコンビニの数は4万店舗以上もあり、1250人に1店舗の割合で存在しています。1997年、韓国政府が経営破綻し、 IMF の管理下に置かれてから、コンビニ業界が一気に拡大していきました。日本のコンビニ業界にとっては喜ばしい出来事に思えましたが、いち早く撤退したのがファミリーマートだったのです。韓国にコンビニ自体が本格的に導入されたのは1989年の5月。まずはじめにセブンイレブンの第1号店が開業しました。ですが、コンビニ業界は決して成功したと言える状況ではありませんでした。その原因として、当時韓国でファーストフードの販売は休憩飲食店営業許可という法律で禁止されていました。
また店主の集団脱退事件などもあり、80メートル距離規制が定められていたことなどが影響したのだと考えられます。ファミリーマートやミニストップなど日本のコンビニが続々と進出し始めたのは1990年代に入ってからのことでした。やがて IMF の管理下に置かれるようになり、韓国の経済はどん底を迎えることとなったのです。この時期、40代前後のサラリーマンが大量にリストラされ、再就職が思うようにいかず、行き着いた先が小規模飲食店の企業でした。2011年12月時点で自営業の割合は経済全体の 22.5% 増加しており、そのうち552万人がコンビニに集中していました。というのも、コンビニの企業は投資負担が少なく安定した収入が得られるからです。実際コンビニ売上高は2012年で10兆ウォンでしたが、2016年には2倍の20兆ウォンにまで成長していました。少子高齢化による一人暮らし世帯が増えたので、コンビニが重宝されたのだと考えられます。あまりにも店舗数が増えすぎたことが、コンビニ業界が経営不振に陥る原因の一つとなってしまいました。そしてファミリーマートは撤退を余儀なくされたというわけなのです。まさに恩をあだで返す典型的な出来事ですよね。その後に日本を見下すような態度が話題になるところまでが一連の流れでした。それにしても今回のダイソー産業は、これまで様々な日本企業が韓国でひどい扱いを受けてきたことを目の当たりにしてきたせいか、撤退の判断が早かったように感じます。今も韓国には1500店舗ほどの韓国ダイソーが展開されています。今後はうまく経営していけるのでしょうか。韓国企業の手腕が試されることになるでしょう。海外の反応。この話題について海外のネットユーザーからコメントが届いているので、その一部をご紹介します。今まで業務提携してきた日本企業が韓国で利益を出してきたのは、韓国のおかげではなく日本での営業手法やネームバリューのおかげだということを、韓国はいい加減気がつくべきよね。アソン HMP ってもともと経営難だったんだよな。日本企業を手放して今後も成功していけるという自信の根拠は一体どこから来ているんだろうか。結局日本のノウハウがないと成功すらできないんだよ。日本人は政治とビジネスを切り離して考えられるところがさすがだよな。世界中の人たちが参考にするべきことだと思うよ。韓国には一定数日本を嫌いな国民がいるわけだから、不買運動などがある以上、日本企業から離れていくのは当然だわ。他の企業のことはさておき、ダイソーはさすがにファンが多すぎるから、日本の企業と切り離して成功していくことは難しいだろうな。取るに足らないプライドは捨てて、もっと消費者目線で考えるべきだよ。いかがでしたか？日本企業は商品企画や開発力に加え、マーケティング、流通など様々な工夫と努力がたくさん見られます。100円均一のような薄利多売の商売でも十分利益を出せるような基盤がありますが、韓国が見よう見真似で同じことをやってもそううまくはいきません。日本のダイソーは絶妙のタイミングで撤退できたと言えるでしょうね。